昨日午後4時過ぎの JR 仙台駅。終日の運転見合わせが発表されたことで、交通手段を失った多くの人が宿探しに追われていました。今一緒に来てる人が今ホテルを調べて、いやあるかどうか分かるんですよ。改札の前で宿を探していたのは、沖縄県から訪れていた平和也さん。家族旅行で新花巻まで行ってて、でそこから羽田まで帰ろうと思ったら、もう仙台から東京間は出ないということで、まあ、足止め食らってる状態です。兄夫婦や母親など親族7人で沖縄県から岩手県花巻市の温泉旅館に出かけた帰り道だった平さん。交通手段もなくなったため、急遽予定を変更し仙台で泊まることを決めました。早く沖縄戻って、まあ、学校とかも行きたいですね。でもなんかちょっとここで一泊するのは、それはそれでなんか面白そうだなとは思います。そうですね、まあ、なんとか確保できそうですね、今なら。なんとか青葉区内のホテルを予約することができました。そうだよな、疲れたよな。疲れた、ね、新幹線で今からホテルに帰るの。そう、ホテルに帰るよ。お家に帰る予定だったんだけど、新幹線がさ止まっちゃって。予期せぬ行き先変更となったものの、無事にホテルに到着しました。うわ、白い。はい、着いたね。白い。あ、よかったよかった。今日はもうなるべく朝早くから復旧していることを願って早く寝て、明日の朝早く東京に向かいたいなと思ってます。バナナとさっき食べたね。あとはそしたら、あ、そうだ、ずんだ餅ね、ずんだ餅。ずんだ餅を食べた。以前仙台に来たことはあったんですけど、ちょっとそれ以来でこんなちょっと急なことでまた仙台に出ることになるとは思わなかったですね。お父さんもちょっとびっくりしました。明日に備えてちょっとゆっくりはしようかなと思ってます。平さんたちは今日無事に東京に到着。夕方の便で沖縄に戻る予定だということです。